リ様。アリア、貴殿何しに。なあ、さてはまたお願いか。ええ、その通りです。さすがはイオリ様、何でもお見通しですのね。どうか再び私の求める美しいものを見繕っていただけませんか。以前イオリが渡したものでは物足りないというのか。いいえ、でも美しいものはたくさんあればあるほど嬉しいでしょう。それが愛しい殿方の選んでくれたものならばなおさらね、イオリ様。お礼はちゃんといたします。はぐれといえども英霊は英霊、下手に断っていさかいの種を生むのは避けるに尽きるか。わかった、目利きの任受けたまわろう。まあ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 、イオリ様ならきっとそう言ってくださると信じておりました。それでこたびは何をご所望だ。刃物を一つよろしくて。刃物？なぜまたそのような。なぜ？もちろん綺麗だからですけれど。なるほど、貴殿らしい理由だ。わかった、美しき刃物必ずや献上しよう。感謝いたしますわ、イオリ様。必ずとっておきをくださいましね。私ここでいつまでもイオリ様たちの戻りを待っておりますからね。さて、美しき刃物か。刃物といっても様々だが、やはりここは技物か。技物というのは名剣の類を指すのだったかな。君のそれを渡してはどうだ。良い刀ではあるが無名だぞ。ひとまずあたりで探ってみるか。私の求める美しいもの、どう？私が刀に詳しいと思うのかい？他の人に当たってくれ。技物が欲しいだ？あんたの腰に立派なのが一振りあるだろう。あんた技物が欲しいんか？だったら町外れの広場を覗いてみな。そこじゃゴロツキどもが盛んに掛け試合をやっててな。今日の試合に勝ち残ったやつは絶品の技物がもらえるって話さ。掛け試合か。助之進には知られたくないが、この機は逃したくない。広場へ向かうぞ、セイバー。Thank you.
ているのは。こういうのも悪くはないぞ。賭けの胴元を探すぞ。技物を確認しておきたい。さて、なるほど、確かに名剣ではあろうな。正真正銘の密道大技者だぜ。あんたらも試合に参加するかい？そのつもりだ。いいね、そう来なくちゃ。今日は1対1の勝ち抜き戦さ。最後まで勝ち抜いたやつにこの刀をやる。ただどいつもこいつも腕自慢の猛者揃い。真剣勝負の試合とは言わねえが、負けりゃ腕の一本も落とされるかもな。どうする？それでもやるかい？無論だ。そこのイオリが出るぞ。構わんが、いいのか？優しく加減するのは面倒なのだぞ。イオリは慣れているだろう。話は決まったか？そんじゃ支度が済んだら声をかけてくれ。よう、支度はできたか？ああ、始めよう。せいぜい俺を楽しませろよ。いざ尋常に勝負。しっかり殺しちまったらごめんな。いざ尋常に勝負。てめえが最後まで残るって読めてたぜ。だが残念だったな。てめえはここで無様に散るんだよ。いざ尋常に勝負。疲れたろ。これでも食べるといい。遊んでいたな、これは。なんだその目は。違うぞ、私は街中であれこれと聞き込みようだな。まあいいさ、技物は手に入った。アリアへ渡そう。
躍動。待たせたな、アリア。この技物はどうだ？申し訳ありませんが、違いますわ。違うか。確かにとても美しいですけれど、私の求める刃物ではありません。せっかく選んでいただきましたのに、申し訳ありませんわ。よよよ。そうか。いや、こちらこそすまない。次こそより鍛え抜かれた技物を。お待ちになってください、イオリ様。の私が心から望む刃物はきっと刀ではありません。そうなのか？だってこの刀を眺めていても、私ちーっとも胸が苦しくなりませんの。わからん。どういうことだ？太刀ではなく脇差しか？それもきっと違います。腰に刺す刀ではありませんの。ふむ、腰に刺さぬ刃か。必ず必ずありますわ。確かにこの目で見たんですもの。この目で見たか。イオリ様、誰よりもお優しく愛に満ちたあなたなら必ず見つけてくださるはず。私そう信じておりますわ。兄ちゃん、今一緒にいたのってもしかしてこの前会ってた女の人？ああ、そうだ。やっぱりあの女の人、近頃よく見るんだよね。近頃？うん、長屋を覗きに来るんだよ。決まって私が夕げの支度をしてる時に。夕げ？包丁でナッパを切る私をね、ずっとキラキラした目で見てたりさ。ほう。あ、なるほど。お腹空いてたのかな。次来たらなんかご馳走しちゃおうかな。イオリ。ああ、アリアが目にした刃物、それはまあ詰まるところ。よし、では改めて行くぞ。包丁を買いに。ああ、まずはよろず屋で探そう。
しいな。包丁を一本頼めるか。ああ、ちょいと待ちな。すぐ持ってくるから。お？あんた、その刀は随分な技物。おお、わかるか。密道の大技物だそうだ。だが今しがたいらなくなったばかりだ。あっはっはっは。いらないのかい。ならさ、それ俺に売ってくれないか。なあ、いいだろう。いや、やめておこう。これほどの技物を売るのは惜しい。そうかい、残念だ。待たせたな。包丁持ってきたぜ。代金が用意できたら声をかけてくれ。いらっしゃい。はいよ、確かに。ありがとうよ。また来てくれよ。うん、無事包丁を手に入れたな。特ライダーに渡すとしよう。よく来たな、雑種。また来るがよい。これこそまさしく私が求めていた品。はあ、なんて素晴らしいのでしょう。キラキラと光を弾いて、まるで瞬く星のよう。こうしてただ眺めているだけなのに、なぜか胸がキューッ締め付けられますの。ライダーよ、何故包丁なのだ。こと刃の美しさならば刀剣の技物に勝るものはないだろう。現に君も初めはそういった技物を欲しているように見受けられたが、包丁の何が君をそんなに引きつけた。それは秘密です。感謝いたします、イオリ様、セイバー様。また一つ私に宝物が増えました。ああ、よかったな。そのまたこうしてお願いしたらご迷惑でしょうか。いや、無理のない範囲ならば構わない。ではまたな、アリア。はあ、お優しいイオリ様、私いつかきっと。
おお。やるか。これでいい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 。始めよう。ここを通せ、バサカ。何者かが吉原を狙っている。太夫にそれを伝えたい。ことの葉では無理か。ならば押し通る。二度我が剣に沈め、バサカ。風の方、合図をくれ、より。鋭き水の流れのごとく。吹きすさぶ嵐のごとく。いつでもよい。呼べ、放つ。頼む。出番だな。息を合わせろ。行くぞ。出番だ。見切れまい。よし。見えた。残念だったな。呼べ。
の異常符。これは抑えきれるか。のごとく当たりはしない。受けてみろ。見せてやれ。力を借りる。分かった。息を合わせろ。見切れない。行くぞ。バーサーカーが吉原から離れないのであれば撤退はたやすい。しかし、その気になればいつでも仕留められる。そう言っている。それにあれを仕留めきるのにホーグがいるならば、辺りに暮らす力なき民草を巻き込もう。よしよし、行ったわね。お疲れ様、バーサーカー殿。今はゆっくり休んでちょうだい。しかし、どこかの陣営が吉原に探りを。ねえ、随分と大胆に出てきたものね。やるじゃない。念のため太夫に伝えておこうかしら。師匠も太夫も顔を出さんとは。もしや不在か。さてな、知らん。あの異常夫がいる以上吉原は無理だ。船員を追いたいが、六号大橋を渡って川崎へ向かうか。ん？何かあるな。あれは麦畑か、あるいは野稲だろうか。うむ、麦は見慣れているのか。セイバー、米好きは疑いようがないが、麦飯はどうなんだ。麦は
稲、阿波、大豆、小豆と合わせて五穀。いずれもうまいものであるぞ。雑種ども、こたびは俺の友を申しつける。赤坂へ参る。ついてくるがいい。貴殿が自ら。何をほうけている。まさか俺を出不精などと思っていたのか。いや、それはちりめん問屋から出る印象がない。てっきり出不精なのだとばかり。てっきり出不精とばかり。一体赤坂に何があるというのだ。ふん、貴様ら雑誌は知らずともよい。粛々と友をせい。落ち着けセイバー。後で団子でも買ってやる。ではこたびは共に行こう。若旦那、案内は任せろ。さて、ではついてこい雑種ども。若旦那は赤坂に一体何用だろうか。知らんな。騒ぎさえ起こさなければ何でもよいぞ。ついてこい雑種。何をしている。徳根か。鳥居か。いささか華やかさに欠けるが、独特の異様を有しているのは確かであろうな。ふん、神域へと通ずる扉、我が店に飾ってやるのもシャレが効くか。問屋街にそびえる鳥居、それはまた何というか。鳥居を置くよりもまずは珍奇な品揃えを見直したらよいぞ。ついてこい雑種。何をしている。徳根か。支配者が住まうには高さも広さも足りん。だが趣は悪くない。土地ごと俺のものとし、ここをバビロニア2号店とするもよいか。若旦那、新たに店を構える腹であったか。
なんとも性根たくましい。おや、若旦那どこだ？そう遠くへは行っていないはずだ。辺りを探そう。あそこだ、イオリ。あれは。ふむ、この地でシドゥリのような補佐を雇うもよいか。イオリ殿、セイバー殿、この方は。すまない、気にしないでくれ。暇を持て余したもののざれ言だ。これでひとまず赤坂は見て回ったか。満足したか、若旦那。満足したな。うん、では即帰ろう。たわけ。これ式の見聞でこの俺が満足できるとでも。バビロニア2号店にふさわしき地を定めるまでこたびは帰れぬものと思え。さあ行くぞ、雑種ども、俺についてこい。行こう、セイバー。しばしの辛抱だ。ミオ、イオリ、テイとアージャか。珍しいな、テイ。昼日中屋敷の外を出歩いているとは。その物言い、俺を器量か何かと勘違いしていないか。お前こそ何の用向きでここへ来た。魔術師の縄張りをうろつくのは危険に過ぎるぞ。忠告痛み入る。そして俺も同感だ。だが今日はこちらのはぐれの友として。いない。若旦那なら気になる品があるとか言って向こうの店に入っていったぞ。若旦那。ちりめん問屋の若旦那を名乗るはぐれの英霊だ。最低者のサーバントだとか。万物をすべし真の王と自らを称している。器の底の知れぬ男だ。日の本の英雄英傑には見えなかったが。テイやアーチャーは大陸のものだろ。何か知っているか。さて、仮に大陸のものとしても難しいかもしれん。一口に大陸といっても広いからな。西域、さらには大西まで含むわけで。とはいえ詳しく聞かねば判断もできんか。若旦那とやらどんな英霊だ。うま、傲岸不遜という琴の葉が衣をまとって歩いているような男だ。大君のごとき覇気を備えているのは確かだが、あの人を食ったような態度と言ったら、うま。傲岸不遜、清絶な覇気、そして人を食った態度か。アーチャー、貴殿、心当たりが。心当たりというほどのものでもないが、まるであの宋孟徳のようだと思ってな。そうそう、魏の王か。確かに言われてみればあの威風。まことであれば俺もぜひにまみえてみたい。祭りごとや軍事における自責は枚挙にいとまがないが、こと主婦の際は比類なきものだったと聞く。許されるのなら
一つ指南でも賜りたいものだ。え、そうなのか？シーカの祭。マスター、先人に教えを請う姿勢は立派だが、よりにもよってあれに指示するのはやめて。どこへ姿を消したかと思えば、雑種どもが群れてさえずり合っていようとは。勝手にあちこちと歩き回って、貴様らは落ち着きのないわらべか？それは君の方だぞ。だいたい今日ここへ来たのだって。セイバ、いい、今に始まったことでもなしだ。どうかプレーをお許しあれ。私は民の神、帝名言と申す者。いずこの王家は存じませんが、その異様さぞや高名な英霊と拝察します。はっ、何を今さら。当然であろう。俺は唯一にして至高の王ゆえな。時に最低者の英霊よ、一つ確かめたいのだが、貴殿、女性、特に他人の妻は好きか？は？何？アーチャー、なんと感銘直接な。何を聞くかと思えば、俺が尊ぶのはそのもののあり方のみよ。なるほど、生前の知人かもしれぬと思ったが、やはり考え違いだったようだ。非礼を詫びよう、異教の王よ。許す。俺は今機嫌が良い。では浅草へ戻るぞ、宮本伊織。そうそう、でもないのか。では一体彼は何者なのだ。肝が冷えたぞ、アーチャー。しかし全くの別人だろうに、まとう王騎には何か近しいものを感じる。この世にあんな男が何人もいてはたまらんが、お前の言う通り大陸は広いのだな。友の務め大義であった。貴様らもう帰ってよいぞ。二号店はもういいのか？新たな飴の着想を得たのでな。急ぎ試作にかかるゆえ、こたびはこれまでとする。鳥居を前にひときわ輝く俺の肉体美、これは流行る。何はともあれ、ひとまずお役御免か。おお、礼を言うぞ。よく来たな、雑種。そうだ、残らず収めよ。また来るがよい。
ランサー、珍しいな。浅草に何用だ。いいところに来やがったな。尋ねてえことがあるんだが。この辺で化け物を見かけなかったか。いや、悪いが心当たりはない。ふむふむ。君、怪異を追ってここまで来たのか。そういうこった。はじめは肩慣らしがてら赤坂界隈の化け物どもを飼ってたんだが、浅草近くまで足を伸ばした矢先、やけに強く化け物の匂いを感じ取った。こりゃ戦いがいがありそうだと勇んで訪れてみたわけなんだが、見つからないと、はあ、そもそれほど凶悪な怪異が潜んでいたならば、私たちとて気づきそうなものだ。まあそりゃそうだな。いや、やっぱりあの匂いが気のせいだとはどうしても思えねえ。もうちょっとばかり探してみるかな。じゃあな、ヨリ、セイバー、何か見つけたら教えてくれや。カインか。あのランサーが惑うのは信じがたい。ならばやはり実在するか。気になっている顔だぞ、ヨリ。やつのことだ。いかな怪異であろうと、見つけ次第難なくほふるだろうが、万が一ということもある。恩を売ってやるのも悪くないかもだ。でも私はやつの気のせいだと思うぞ。さてどうしたものか。やはり気がかりだ。ランサーを追おう、セバ。あやつは己を番犬と称したが、あの俊足、もはや犬どころではなし。後を追うのも骨が折れる。青い格好のお兄ちゃん、その通りよ。左に曲がってったよ。装束の男なら目にも止まらぬ速さで川へと走っていったぞ。あれぞまさしく伊達よな。ここにいたか、ラサ。おお、いいところに来た。どうだい、お前らも混ざっていくか。風の肩。ランサ、貴殿の言った化け物とは今ので間違いなかったか。いや、こんな雑魚からは何の匂いもしやしねえよ。この匂いの元は
こっちだな。待てランサ、まったくもう。また雑魚を引いたかよ。さてはあの化け物、あえて俺に雑魚の掃除をさせてやがるな。ったく遊びやがって。おお、これはまた湧いたものだな。放っておけば町へ害が及ぶ。手を貸そうランサ。今度こそ大元にたどり着いたみてえだ。お前らも来るだろう。うむ。まあここまで来れば最後の最後まで付き合うさ。そう来なくっちゃ。そんじゃ向かうとしようかね。してるぜ。お見事。じゃあまたな。ここは。ランサー、君は本当にこの店に何かを感じたのか。ああ、プンプン匂いやがって鼻がもげそうだ。さあ乗り込もうぜ。一丁派手に暴れてやろうや。いや待て、もしや君が感じた気配の主は。おい、うるさいぞ貴様ら。冷やかしならば遠く帰るがよい。へえ、随分と妙なサーヴァントがいたもんだ。なんだつまらん。よく見ればどこぞの犬が吠えていただけか。うせよ打犬、我が店に犬に食わせる餌はないぞ。てめえ今なんつった。聞こえなかったのか。随分と耳の遠い犬もいたものだ。そうかい。待てランサー、気持ちはわかるがここは一旦落ち着いてくれ。若旦那も何故それほど足ざまに。おい宮本伊織、貴様それの飼い主か。マスターのことを言っているのか。
いや、そうではないが。犬のしつけくらいきちんと済ませておけ。この狂犬が牙むき出しで吠え散らすから、皆が恐れて我が店に寄りつかんではないか。おかげで商売上がったりというやつよ。まったく、どうしてくれる？次から次へと挑発している。どういうつもりだ。おい、イオリ、お前こいつの知り合いだったのか。ああ、若旦那にはかねてより世話になっている。そうか。いや、誰とつるもうが勝手だがよ。命が惜しきゃこいつはやめとけ。こいつは己の楽しみのためならお前の命ごとき平気で奪える玉だぜ。うん、おお、言うものだな、ランサ。若旦那を知っているのか。さてね、初対面のはずだが、あのいけすかねえ面を眺めてるとなんとなくな。ま、せいぜい気をつけるこった。飼い犬ごときが逆しらに主人に忠告するとは滑稽な。若旦那。だがいい加減に商売の邪魔だ。特いいね、打剣。はっ、言われなくてもそうしてやるよ。その面、二度と俺に見せるんじゃねえぞ。では若旦那、俺たちもこれで。撃たなくてよかったのか。ああ、あれとやり合ってもな。そうか、残念だ。おい、セイバー、付き合わせちまって悪かったな。詫びと言っちゃなんだが、受け取ってくれ。じゃあ、ぼちぼち帰るとするか。またな、イオリ、セイバー。くそ、まだムカムカしやがる。面白い戦いになりそうだったのだがな。良いぞ。Thank you.